メルカリに甲子園の土物議をかます。個人間で品物を売買するフリーマーケットアプリメルカリに甲子園の土の出品が相次いでいることが分かった。高校野球の甲子園大会で敗れた球児が持ち帰る記念の品がインターネット上で売買され物議を醸している。アプリ運営会社は規定には違反しておらず出品は禁止していないとしている。アプリ上では瓶などに入った黒い土が出品され、実際に1000円や3500円といった価格で購入されている。品物のコメント欄には、敗退した際に持ち帰った先輩から譲り受けたなど過去の甲子園大会で手に入れたものと記載されている。運営会社は入手した経路や時期を明示するよう出品者に促していると説明。ただ中身が本物がどうかを確認する予定はなく、慎重に検討した上で購入してほしいと呼びかけている。甲子園に憧れる球児が偽物を購入してしまうことも懸念されるが、全国高校野球選手権大会の大会本部はコメントする立場にないとの見解を示した。